す日々も僕のほとぼりは冷めないけど、君を見たって相手つくんで、本当は何がしたいの。はえて旗で見ても遠い、思いとどめて声に出すのはあら、大会が近い時は、体幹と各ストって言って各自で5分間ストレッチをするっていうのをしてるんですけど、時間がある日などは体幹ストレッチも全員でして、アイソレ、バットマン、シェンネなど細かい基礎練もしたりしてます。細かい基礎やったりとかがやっぱり自分たちでやる分にはやっぱ難しいところがあると思うんで、そこをちょっと強化していけたらなとは思ってますね。ギリギリまで耐える感じ、ここを使う感じ、自分がこの線の上に乗ってるって状態、しっかり後ろに寄せるとか左に寄せる、バックとかの手振りが結構西高って多いんですよ。でそういう時にここの筋肉がなかったらやっぱ引き上げができなくて、絶対毎週やる筋トレでやって、こうして強化してからしっかり腱を振り上げてあげたら、もっと肘の位置が上がってくるので。しっかり頭の上で回す、表情できてんねんけど若干途中で消えたりとかするから、しっかり最後まで。腰を巻くところがちょっと浅かったから止めたりとか、ここ綺麗に伸びたりとか。だからもうちょっとしっかり手回せた方がいいなと思った。だからもうちょっと自信持って大きく踊れた方がいいなと思った。やってから左手つけるようにしてほしい。はい。今は主に自分たちで振りを作っていて、そこにアドバイスをいただきたいときにコーチの方に聞いてるとか、自分たちがどうしても振りが思い浮かばないところを頼んだりしています。新しいことに挑戦しようということで、今まであんまりやってこなかったアクロバットを入れてみようと思いました。最初の方はもう初めの助走だけでも怖かったんですけど、着地がまだ不安定なのでそこをしっかりできるように練習しています。結構面白いですね、見てて。あ、こんなやり方もあるんやって、私が逆に教えてもらったりすることもあったりとかもする。その西高のスタイルも取り入れつつ、他のそのジャンルなどに挑戦していくのもありなんじゃないかなと思って、自分たちで作品を作るようにしてみました。